じゃん、じゃ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 ん、見えますか？足立が2人います。はい、ということで足立の絵日記便始まりました。イエーイ。今日はですね、ちょっと絵を描き始める前にお知らせというか、皆さんに、まあ、お知らせがあります。お知らせというかお知らせね。見てください、これちょっとまだ中身がね、中身はできてるんですけど、その製本というかはされていない状態ですけど、見てください。人生初めての、ツアーブックレットが、できました。これはこのツアーブックレットは、今年の初めのその2月から4月にかけて、全国でやらせてもらったそのライブツアーのディアツアーのブックレットです。もうね、できちゃったんだなっていうのでワクワクドキドキしてるんですけど、これ表紙ね、これが表紙で、裏はこんな感じで、このツアーブックレットのために、撮り下ろした、写真もたくさんあってですね、あとはもちろんその、まあ、ツアーブックレットなんで、このツアーの時の、歌ってる姿とか、なんかいろいろしてる姿、喋ってる姿とかがあります。みんなにいろいろ思い返してほしいなと思います。で、あとね、ちょっとこれまだ見せられないんですけど、中身はセトリの、解説とかをしてたりとか、このツアーの時はこういう思いだったっていうので、毎回そのツアー回った会場の前と後に私は日記を書いてたんですけど、このブックレットではライブ後の、私のいろんな綴ってた日記の内容がバーッと書かれてたりとか、あとはね、なんかその私の今やりたいことはこれとか、なんか食べたいものはこれとかの、そういうなんかね、50の質問とかいろいろあります。オフショットもたくさんあります。こうやって自分を見てると、あの時こうだったなっていうのとか思いますね。みんなにもそうやって思ってほしいです。ぜひ今、これはね、セブンネットショッピングで、予約受付しておりますので、ぜひゲットしてほしい。で、なんかこれを見てまだ足立佳奈のライブ行ったことないよっていう方とか、あと足立佳奈のこと知らないよっていう方も、この一冊で、あ、なんとなくわかるかもって思うと思います。だからぜひ皆さんゲットしてください。もう一つありました。私の、ファンクラブに入ってくださっている方はですね、ファンクラブ限定で、このブックレットを購入してもらったら、ファンクラブの方には、直筆サインを、書いたこのブックレットを皆さんの元にお届けしたいと思います。サイン入りがよかったらファンクラブの方入っていただいて、まあ、どっちも欲しいなっていう方はどっちもゲットしてください。はい、じゃあ絵描いていきますかね。シャープ31、21年7月の24、すごいどうでもいいんですけど、7月と7月ってどっちが正しいんですか？どっちもどっちも正解なのか。なるほど、どっちもよかった。今日は、その7月もこの後半というか、もう夏じゃないですか。で、夏にやっぱしたいことといえばね、まだやってなくて私は絶対にしたいって最近思ってることは、まあ、王道ではありますけど、花火をしたいなと思いまして、花火の絵でも描こうかなって思うんですけど、みんな花火の中で一番何が好きですか？なんかいろいろあるじゃん。なんだっけ、すごいくるくる回って、その辺でなんか回ってるネズミ花火とか、
あとはもちろん手持ちのねあの花火とか、自分でちょっと火つけて離れて打ち上げ花火的なのとか、なんかいろいろあるけど、私は一番うわこの瞬間幸せだなって思うのは線香花火ですね。なんかさ、線香花火って切ない気持ちにもなるんだけど、だけどなんかそのあの瞬間にみんなで一斉に火をつけて、であの輪になってさ、でちょっとじーって目合わせて、こちらこちらとか向こうのみんなのことをすごい思ったりするんだけど、あの目合わせてる瞬間がめちゃめちゃ好きだったりとかね、なんかあるんですよね。あのちょっと静かになるじゃん、あの時ってみんな大きな声出すと落ちちゃうかもしれないからって言って、あのひそひそ話する感じも良いということでね、私はね線香花火の絵を描きましょう。難しいよね、どんな感じだっけ線香花火って。うわどんな感じ、パチ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 、あの音もいいよね。花火、私一回思い花火の思い出なんですけど、まだ岐阜にいる時にお家の倉庫に花火があって、なんかお母さんが花火あるからみたいな感じで、あのやりなよみたいな感じで渡してくれたんですけど、その時にねその花火いつのかわかんないぐらいすごいしけってて、なんか勢いよくつけたら全部あの火がもうなんか火ついても燃えるだけみたいな感じになっちゃって、すごいがっかりした思い出があって、なんかね使用できる期間ってね割と短いのかな、1年持たないですよね、その時の。いやあの時すごい悲しかったんで、みんなで花火あるじゃんじゃあやろうよみたいなこと言ってね。あどうしようかな、できちゃった。うわでもどうしよう、ここに手を出そう、でも手ってほんと難しいんだよね。どんな感じ、手かついな、書かない方がいいかな、なんか真っ黒になっちゃいそう。でも挑戦してみる、挑戦してみよう。うわ難しいよ助けて、あ持ってない持ってない、これじゃ持ってないことになっちゃう、大変大変。おうおうおう、いいんじゃないですか、あいいですね、また腕が細い、怖い怖いやっぱ書かない方が良かったな、そんな時もあるよね。よしできました、はい、私はこの線香花火をしてる時のこの目線 あの目の前に見えるものを描きました。この一瞬の幸せというか、あのぜひ皆さんこの夏ね、まだまだあのいろんな自粛期間が続いてたりとか、あの自由にあのできることも限られていると思うんですけど、まあ、あのお家の前とかでね、あの家族でやってみるとか、そういうのだったらきっといいんじゃないですかね。皆さん充実した夏を過ごしましょう。まだまだ続きます。来週は何描こうかな、楽しみだ。ということで足立の絵日記民、今日はこの夏一番したいこと、花火の線香花火の絵を描いてみました。花火のなんか歌とかもあったらいいよ。でもね、私の今までリリースした曲の中の独りよがりっていう曲は、あの少しその花火のイメージとかそういうのもあの想像しながら書いた曲なので、ぜひ独りよがりもね一緒に聴いてほしいなと思います。今日の書いたイラストをゲットしたい方はお近くのセブンイレブンのネットプリントの機能を使って
ゲットしてください。そしてそのセブンイレブンつながりですけれども、セブンネットショッピングで今この、私の人生初のツアーブックレットも予約受付中ですので、そちらも一緒にチェックしてみてください。以上、足立の絵日記便でした。バイバイ。バイバイ。太郎さん、何花火好きですか？線香。同じだった。男性もやっぱ好きですか？なんで好きなんですか？いや、結構同じ。なんか静かになる。初めて意見が合いましたね。よかった。